本当に申し訳ございません。1000円ちょうだい。できれば2000円ちょうだい。私最強だから、領域転換について教えてあげる。今日という日をハッピーに色づけたり、左利きのギタリストが奏でる音の上でどうしてな。なりましたけ。させないよ、バッキュ。もう泣いてもいい、乱れてもいい、壊れてもいい、だけどあなたを愛していることだけ歌おう。甘い。今日は何を握ろうかい。私の手を握ってくれませんか。あいよ。いてててて、てそういうことじゃない。やられる前にやる。死にたいより殺したい精神で行こうぜ。どこにいたの、探してたの、連れてって連れてって、誰もかも捨ててくよ、どこまでもどこまでも。ワンツー、私は猫である、名前はまだない、なぜなら拾われたばかりでして、記憶もすべて飛んだ始末で、カラスの群れに溶け込めずとも、自由な彼が少し妬まし、もう一度言おう、私は白猫である。Thank you.
天気予報です。東京は午後3時過ぎから闇に包まれ、新宿方面ではところによりでっかい火花が上がるでしょう。お出かけの際はくれぐれも命に気をつけて。じゃあ皆さん、素敵な一日を。私たち何年一緒にやってると思ってんの？9年やろ。10年です。分かってるよ。分かってなかったやんか。分かってるよ。私そういうのちゃんと覚えとってほしいの、大事なことやからね、二人にとって。お前もうやめろってな、こんなみんなが見てる前で。みんな関係ない、二人の問題。ごめん、みんな帰って。じゃあ先輩、いいねですね、これからよろしくね先輩。せっかく素直な言葉をくれても、僕の中でねじ曲げてしまう。まあ本当の僕なんて、僕だけが知っていれば十分なのだ。ファジミンダクセクエンスジュピッシュマスゲルケグエンシュのセンターだ。私の成績が…何？笑っちゃうほど悪いわけ？お前さ、教科書とか参考書とかその辺に投げておくから見ちゃったし、勝手に何度も何度も確認するから教科書のページヨレヨレだし、線いっぱい引いててさ、書き込んでさ。お前は偉いよ。誰だよ元のこと笑った先生って。家に連れてこい、俺が殴ってやるから。元の代わりに俺が殴ってやるから。優しい記憶だけ抱いて眠りたいのに、アルコホールじゃこの目は冴えてしまうのだ。街を這いずり回ってただくだまいても、虚しい君に触れたい。彼女ができません。彼氏を作りましょう。誤差です。